今回はチェンソーマン、128話メインディッシュで、新たに分かったことを解説していきます。この動画は作品のネタバレを含みます。ぜひ本編を読んだ後にご覧ください。127話セイブザーサで、落下の悪魔の還元に乗せられ死を望み、地獄に落ちることを選択したアサは、一瞬の浮遊感とともに、辛いことから逃げられることに安堵しますが、最後に一度だけ、と自らが本当に望んでいることに思いを馳せます。そんなアサを、チェンソーマンことデンジがキャッチし、なんとか空中に留まることに成功します。その際にアサへかけた言葉から、チェンソーマンにも自分と同じような、辛い経験があることに気がつき、アサは悪い出来事の記憶を、どうやって乗り越えたのか尋ねました。するとチェンソーマンは、生きる希望がエッチであると明かし、即座にアサはキモッと罵りました。するとアサは、自分を助けようとしたチェンソーマンを、やっぱ話せしね、と罵り、デンジはそれに対して、キモくねえ、素晴らしいんだよ、と対抗します。他人の唾とか汗が混ざるのがキモいというアサと、それが一番良いことだというデンジの主張は平行線でしたが、アサが頭からチェンソー出てくるやつと、したい女なんているわけないと、正論をかまし、チェンソーマンの心をへし折りました。このようなアサの辛辣な対応は、水族館でも示されていましたが、現在のアサの内心は、過去の出来事から作られている絶望よりも、自分の手を握っている男への、嫌悪感や羞恥が勝ってると推測されます。こうしてアサにエッチできる可能性の低さを、叩きつけられたチェンソーマンは、つい先ほどまで死にたがっていたアサよりも、深い絶望に襲われ、二人合わせて地獄へと落ちていきました。このシーンにおいて、もし片腕が自由であったら、脳を切り刻んで回避したのかもしれませんが、そんな余裕もないことがわかります。こうして地獄に落ちた二人でしたが、デンジはそこに置かれた巨大な皿の上で気絶しているアサを、再び助けようとします。遠くにはステンドグラスのついた、可愛らしいドアが見えており、そのドアを通れば人間の世界へ戻れるのではと画策したようです。ここからの作画は、地獄であることをわかりやすくするためか、すべての背景が黒くベタ塗りされており、セリフもありませんが、ここで描かれたドアのデザインは、チェンソーマン14巻の、表紙に描かれたステンドグラスと酷似している点には要注目です。ヨルが推測したように、飢餓の悪魔が今回の一件と関わっていることを、暗示するメッセージのようにも感じ取れます。以前に永遠の悪魔を使って、見たか朝を水族館に閉じ込めた際も、飢餓の悪魔は夜と朝を引き離していましたが、今回も重力の違いによって夜は、人間の世界に取り残されました。ここで皿からメインディッシュの朝を持ち出したデンジですが、スープを食べていた芋虫のような見た目をした悪魔に追いかけられ、攻撃を受けます。これまでのストーリーで落下の悪魔が、料理を残した者は死を味わうことになる、と宣言しているため、自らの命を守るためにも、デンジに料理を持ち逃げされては困るため、必死で朝を奪おうとした結果でしょう。またこの行動から、落下の悪魔は自分がいつでも殺せるような格下に、料理を給仕していたことが推測できます。この攻撃に対してデンジは、体を切られながらも、頭部を腕で戻し、何度もエンジンを吹かして復活させ、ドアに向かって前進していきます。こうしてドアの目の前まで来たタイミングで、落下の悪魔はドアを開け、見たか朝を置いていけば返してあげますと、デンジに提案します。落下の悪魔はこれまでの悪魔と違って、以前からデンジの心臓に全く興味を示しておらず、あくまで今回のディナーのメインディッシュ、見たか朝の身に執着しています。ちなみにこの場面から、かつてデンジの心臓を、欲しがっていた闇の悪魔は、その心臓によってパワーアップすることを目的に、契約を持ちかけたのではなく、支配の悪魔にチェンソーマンの力が、渡ることを妨害するために、デンジの心臓を欲していたと考察できます。見たか朝を置いていけば無事人間界に戻す、という落下の悪魔に対して、デンジは朝の伝部に視線を移すと、ケツだけ持って帰っていい?と尋ねます。この言動はかつてコウモリの悪魔との戦闘を、真っ先にその胸を揉もうとしていた頃から変わっておらず、どんな場面においても自分の夢を叶えたい、という夢に一直線な姿勢そのもので、自然な形で彼女ができて、その後関係を深めて一致をするという夢が、浅野の罵りによって、実現不可能であると絶望してしまったため、どんな形でも達成しておこうという、強い意志を感じます。すると落下の悪魔は、デンジの思惑を見抜いたのか、変態と罵りました。
このようにデンジを変態と罵る落下の悪魔でしたが、その直後、突如として背後からチェンソーに貫かれ、今日は後ろからよくチェンソーにとつぶやき、眼前に立つチェンソーマンから、攻撃を受けたわけではないことを示します。ここで落下の悪魔を攻撃したのは、かつて悪魔になった有効始末した、偽チェンソーマンです。第1部においてはドアにマイナスなイメージが、意図的に付与されていましたが、第2部はドアが物語進展の鍵になっているのかもしれません。こうして登場した偽チェンソーマンは、落下の悪魔がお残しを許さないこと、落下の悪魔に殺されたくない客が、死に物狂いで見たか朝を食べようとすることを伝え、朝日が昇るまで逃げてください、と助言しました。つまりこれは偽チェンソーマンか、本物のチェンソーマンを、助けようとしていることになるため、これまでの行動もすべて、チェンソーマンを守るための行動だったという見方が可能です。悪魔になった有効始末した行動は、正義の悪魔の居場所をばらしたから、という理由が最もらしいものでしたが、デンジがチェンソーマンに変身するところを、見た有効始末したというのが真の理由だったと考察でき、こう考えると偽チェンソーマンは、公安の吉田博文と同じような行動指針を持っているのかもしれません。ではこの偽チェンソーマンが、一体誰なのかを考察していきましょう。ここまでの作中において、その顔は描かれていませんが、ちらりと描かれた上半身から、男性である可能性がかなり高いでしょう。そして活動時刻が、夕方以降の夜と早朝であることから、昼間は別の役割を持っている存在だと考えられ、この点から以下の3名が候補となりそうです。前回のストーリーでデンジに血を与えた人物に最も靴のデザインが似ていたのが、コベニの弟と思わしき人物ですが、彼の身長はかなり低く、ドア枠の位置を考慮すると、少しそのサイズに違和感を感じます。ファイアパンチのアグニがモチーフになっているであろう、阿国正義が偽チェンソーマンの正体であるというのも有力な説です。彼は長身の吉田博文と同じくらいの身長であり、体格もたくましく、腕の造形には共通点があります。しかし阿国正義は、優子による攻撃で片目を失っており、水族館でも力を使う様子はなかったため、そこまで犠牲を払って、その正体を隠すのかといった点には怪しさがあります。かねてよりチェンソーマンの正体がデンジだとバレると困ると言い続けている、公安デビルハンターの吉田博文もその候補です。チェンソーマンに変身するデンジの姿を、目撃した有効始末している点も、そんな吉田博文の言動と一致しており、また飢餓の悪魔から落下の悪魔に関する情報を聞き出していた点からも、食べ残しを許さない性格であることを把握していた言動の理由付けとなりそうです。しかし第1部から引き続いて登場しているキャラクターに、偽チェンソーマンという役割を持たせるかという点では謎が残るため、決定だとはなりません。皆さんは偽チェンソーマンの正体は誰だと予想しますか？ぜひコメント欄で教えてください。続いて、そもそも偽チェンソーマンが一体どんな力で、チェンソーマンの姿になっているのかについて、考察していきます。正義の悪魔と契約すると、契約者の正義の形に変身することが可能であり、偽チェンソーマンの正義の形がチェンソーマンである可能性は高いでしょう。この場合について、契約者はチェンソーマンを、正義そのものとして認識しているため、正義の象徴である、チェンソーマンを助ける行動をしている点にも、説明がつきます。悪魔はその対象の名前が、恐れられる存在になった場合、その名前を持つ悪魔が地獄に生まれます。チェンソーマンは、人間たちの世界ではヒーローとして認知が進み、悪魔の姿ながら人を守ることで、キャラクターとして愛されていますが、中にはピエロを怖がる人がいるように、その存在に恐怖を覚える人も大勢いると考えられます。そのためチェンソーマンの悪魔という存在が生まれ、同じような力を持っていても不思議ではありません。これは吉田博文が偽チェンソーマンの正体だった場合に限定される仮説ですが、偽チェンソーマンがタコの擬態能力を使用しているという説です。タコの中でもミミックオクトパスと呼ばれる種類は、他の生物に擬態をすることで知られており、その擬態能力を強化して、チェンソーマンの姿に変身することが可能だと考察できます。しかしながら、吉田博文ならば過去に見せたワープの力を使って、人目につかないように対象を抹殺することが可能であり、わざわざチェンソーマンに変身して、屋上で有効始末した点とは相互が生じます。ここで偽チェンソーマンが伝えたタイムリミットを振り返ると、その時刻は朝日が昇るまででしたが、
その理由を考察すると、落下の悪魔による料理の食べ残し判定が、朝日が昇ったら実行されるからと推測できます。落下の悪魔は日が暮れてから姿を現し、それから前菜スープメインディッシュといった順に、料理を給仕してきました。つまり夕方から食事会が開かれていることになり、これは落下の悪魔がディナーを提供しているという意味合いになります。そのため朝日が昇ったら、ディナーではなく朝食の時間になるといった考え方ができ、それまでに見たか朝を食べられなければ、食べ残した罰が実行されるのでしょう。落下の悪魔はむやみに人間を殺すような、悪魔ではないため、提供相手がいなくなった場合、食材である朝には興味を失うと見込んでいると考察できます。朝の正論によって、地獄に落ちてしまった二人ですが、デンジはなおも朝を助け出し、ドアを使って地獄からの脱出を図りました。偽チェンソーマンの、朝日が昇るまで逃げ続けろという助言に従って、次回以降は各キャラクターたちによるチェイスが描かれると予想されますが、デンジを覆い藻虫のような悪魔の正体や、落下の悪魔に続く、世界を最悪に導く二人目の刺客が誰なのか、そして偽チェンソーマンの正体など、気になる謎が複数残されています。以上、最後までご視聴ありがとうございました。この動画で紹介したもの以外にも、ぜひ独自の考察などをコメント欄で教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。